はい、注目2歳戦のコーナーです。週刊ギャロップの和田です。はい、おうちです。はい、新馬戦が始まって3週目ということになりますが、注目は東京ですかね。東京の土曜日5レースに芝 1600m 組まれておりますけれども、はい、評判馬が登場いたします。国枝厩舎の、プロディガルさんです。はい、はい、まあ、リアルスティールの全兄弟ということになりますけれども、うん、どうですか取材の感触は。そうですね、まあ、これまで国枝調教師がもう、ね、何十頭とデビュー前の新馬の話を聞いてきてますけど、うん、明らかにトーンが違います。もういつも大体、ね、軽い乗りでかわしかんね、うん、まあまあだまあまあみたいな感じの話し方をするんですけど、はいはい、もう明らかに緊張感が漂っているので、はい、もう、なるほど、もう重みが感じられましてね、おちょっと違うんじゃないかという雰囲気ですよね。そうですね、まあ、一週前戸崎騎手が初めてまたがって、はい、まあ、まあ、リビュー前としては数十以上ですよね。そうですね、統計的にもね、サントアースの一番後ろからで、はい、コバーで先行していたコバーと併入して、うん、一緒にいたニサイバーは置き去りにしたという感じの内容でしたね、うん、はい、はい、まあ、まあ素質はね十分ジョッキーも、感じ取った様子でしたし、はいはい、もう本当それだけの馬なんでね、とにかく無事に行ってくさえくれればいいというお話です、うん、はい、まあ、いやがおでもね、単勝は1倍台になるのかなと思いますけれども、はい、はい、まあ初戦のレースぶりね注目していただきたいなと思うところですね。はい、まあここはいろいろ避けたりなんだりねしているところありましたけど、まあどうなんでしょう。あとはまあ、矢作厩舎ね、立東の矢作厩舎からリトというね、ノースヒューズさんの馬も遠征してくるようなんですけれども、あと、稽古の動き合いのはキャプテントゥーレさん、このトレンティーの、うん、畠山厩舎ですけれども、こちらもまあ採点7を連発しておりますし、まあ、お兄ちゃんは新馬勝ちしてるんでね、まあ、こちらスピードを生かして、まあ、大本命馬の追撃をどこまで封じ込められるかみたいな感じになるかな、イメージが湧きますけど、はい、はい、まあ、とりあえずこのレースは必見だと、そうですね、思いますね、はい、はい、まあ、藤沢厩舎が今年はバンバンと新馬を下ろしているんですけれども、まあ、スターオペル社はデビュー戦で負けてしまいましたが一番人気で、続いて出てくるところというね、東京でまずダノンキャップ、セレクトセールで6600万をつけた馬なんですけど、父がイフラージと馴染みの、ね、薄い種馬なんですけれども、まあ、ジュライカップ2着とかね、マイル路線のスピード馬ということで、この馬も同様にスピードありそうということで、まあ、人を追うごとにこう素質の片鱗を見せ始めている段階なんで、はい、こちらも人気を集めてくるでしょうということで注目の筆頭に挙げておきます。それから、函館が開幕するんですよね。そうですね、早いもので夏サマーシリーズということですけど、こちらにも藤沢厩舎インジャスティス、というフォーエバーマークの全兄弟ということになりますけれども、まあ、イギリスに連れていこうかなんていう話もちらほら出たぐらいのねまで早い段階から入厩して乗り込んできました。まあ、後ろから追いかける調教もしてるんで、まあ、お兄ちゃんとは違ってまた味のある競馬もできるんじゃないかということで、はい、1200のデビューですけれども島山騎手で注目の一頭です。あとですね、手塚厩舎の50セースこちらもファルグラード3区なんですけど、これが美穂で、いい動きを見せて、函館に移動してからも順調ということで、安城に岩田騎手を抑えて、すごくトーンが高いです。レビューが常識したような感じで、考えてみたいので、こちらはパルブラブ3区同士の対決になるかなと思っておりますですね。はい、そんなところですか、うん、今年は、はい、あん
んまりこう人気通りに今のところね決まってない。なかなかこの時期のやっぱ2歳戦は難しいなと思うところではありますが、今週はまあ、まあ、POG 的にもね、そうですね、もう東大通じても一番人気候補の一頭なんで、はいはい、お兄さん以上だという噂ですからね。ああ早くも、うん、なるほどね。まあ来年の今頃が楽しみになるようなね結果を期待したいなと私たちも思っております、はい、ということで、はい、プロディカルさんにぜひ注目していただきたいと思います、はい、今週はこの辺で、はい。